まあ、フィルムはですね、その多重露光をかけて、光を表現していくんですが、ハイライトの階調がですね、どれだけ明るくしてもですね、きっちり残ってくれるんですね。ところがデジタルになってからその光がですね、光らなくなっちゃったんですよ。実は確か2015年だったと思うんですけども、ドルビーシネマのデモンストレーションのシアターがありまして、そこをちょっと拝見しに行ったんですよね。黒の締まり方と、あとハイライトの伸び方、それに衝撃を受けまして、でぜひこの技術を使って次の作品をやりたいと思って帰ったんですね。まあ、今回の作品でいうと、まあ、アオサギが太陽から迫ってくるようなそういう光の部分と、あと明るい部分も当然持ち上げてるんですけども、冒頭から、まあ、ご覧になってれば分かると思うんですけども、灯火管制の敷かれたすごく暗いシーンからスタートするんですね。だからそういうシーンをこれまでの、まあ、SDR のスクリーンで見るとどうしても落としきれないっていう部分がありますから、まあ、そこをドルビーシネマのスクリーンで見せたい暗さにしていくっていうことができたのは非常に良かったですね。その技術を使って出来上がった映像を感じてほしいですよね。それが最良の状態で見てもらえる環境が、まあ、今回はこのドルビーシネマっていうのが一つの選択肢としてあったと。でそこで最良になるように私たちも観客の皆さんにやっぱり一番いいものを見てもらいたいっていうの常日頃から考えながら映像制作はやってますので、まあ、その中の一つの選択肢であると思っていただければと思います。10年ぶりの宮崎駿監督作品君たちはどう生きるか、素晴らしい作品に仕上がっております。ドルビーシネマでもやっておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。すごくアトモス化したことによって、映画をそう自然に見れる感じが増えたんじゃないかなっていうのはありますね。やっぱ上からの情報、今までずっと横からしか来てなかった、特に環境音なんかが、まあ、上からも来ることによって、まあ、ちゃんとこうその場にいる感覚っていうのは受け入れやすい感じになってるのかなっていうのはありますね。分かりやすく言えば没入感だと思うんですね。制作者側というか我々が、まあ、こういう状態の品質で見てほしいっていう最高峰みたいなところにはあるので、それがより一層そのなんていうんですかね、物語がこう染みてくるような効果を持ってるんじゃないかと、一番素直に表現されている状態っていうのが多分ドルビーシネマだったりとかするのかなっていうところであって、あくまでも我々がこう宮崎さんから言われたというか指示されたことをどう形にしていくかっていう中で、使える技術をいっぱい使った上で、まあ、まず監督が満足するものに近づける、違うって言われないものにする、でそれが皆さんに見ていただいて、まあ、そういう感動につながっているのではないかと。10年ぶりの宮崎監督の新作君たちはどう生きるか、足掛け7年の制作期間で、我々は制作しました。ぜひ劇場で、ドルビーで見てください。よろしくお願いします。